レーンマイケルトソニはカナダ連邦オンタリオ州トロント出身のプロ野球選手アトランティックリーグのシュガーランドスキーターズに所属オンタリオ州トロントで生まれたが後にブリティッシュコロンビア州コキットラムへ移住少年時代に憧れていた野球選手はラリー・ウォーカーだった高校時代はブリティッシュコロンビアプレミア・ベースボールリーグのコキットラムレッツでプレーした 2004年の MLB ドラフト34巡目で、ミネソタツインズから指名を受けたが契約には至らず、チッポラ大学へ進学。2005年、MLB ドラフト36巡目で再び、ミネソタツインズから指名され、入団。2009年は、オールスターフューチャーズゲームの世界選抜に選ばれ、代打で決勝の適時にイダーを放ち、MVP を獲得している。 2011年4月28日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビューしたが、この年はマイナーとメジャーを往復する形となった。2012年9月11日に第3回 WBC 予選のカナダ代表に選出された。オフにフリーエージェントとなった。2013年1月17日に第3回 WBC 本選のカナダ代表に選出された。 3月9日のメキシコ戦で乱闘を起こし退場になった。シーズンではミルウォーキーブルワーズの参加でプレーした。2014年からはアメリカガソシエーションのスーシティエクスプローラーズでプレーした。オフはオーストラリアンベースボールリーグのパースヒートでプレーした。2015年もエクスプローラーズでプレーした。6月17日に2015年。 パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出された。同大会では2大会連続2度目の優勝を果たし、金メダルを獲得した。オフの10月20日に、第1回 WBSC プレミア12のカナダ代表に選出された。2016年1月22日にトレードでアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズに移籍。 2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出された。ありがとうございます。